はい、木の店三目です、杉の一枚板になります。秋田で、昔ですね、まあ、植林された、原木ですね、樹齢がね、大体、まあ、聞くと100年ぐらいの、ところという感じで、そして、まあ、切り株の部分のね、杉のところかなといったところですね。はい、そんなに株のね張った部分じゃないんですけど、だいたいねこの辺からこうずっと地面に近づいてくるところでね、この木が、動いてね、根木に、近い感じの木が出てますね。サイズの方が長さが1430あります。そして、こっちの末口のね狭いところが、600ですね、60センチ。そして真ん中のところが650あります。そしてまあだいたいあと70センチくらいになって、この一番ね、元口の一番広いところで780あります。末口が狭くて、まあ、元口がぐっとねこう株が張るのにつれて広くなったという感じの板になります。そして厚みが47ミリですね。はい、そんな感じの板ですね。この木はですね、そうですね、いつものね、まあ、小ぶりな杉と同じような感じで出てきたものなんですけど、その中、ね、のものと比べても、結構ね年輪の幅が細かくて、この辺なんかもね結構ね、目幅が細かいんですよね。この辺なんかこう赤みの部分なんかもすごい細かい部分があったりとかね。そしてまだね何も塗ってない、状態なんですけど、この赤みのところのね、この部分だけどもちょっとこう濃淡があったりして、こう薄いところとね濃いところと、まあ、そういうのがあったりとかするので、まあ実際にオイルをね塗ってみて、まあ、どんな感じのね仕上がりになるのかが結構ね楽しみだなという、一枚ですね。はい、じゃあね早速オイルの方ね塗ってみたいと思います。まずはね木裏の方からいきましょう。反対にしてね木裏の方から塗っていきましょう。木裏の方も節がね入ってなくて、こっちはね三段仕上げですね。これもね同じように結構この赤みの部分がこう濃淡が結構ねちょっとこう黒みがかったところとね赤いところがあったりするんで、やっぱり結構ね渋い色が出てますよね。まあこれも木裏でまあ使うということもねもちろんできるので、少しでも幅広く使いたいという場合は、こちらの方をね、表面にして、だいたい650の幅のところが木表で650ぐらいのところが、この木裏にするとだいたい730、740とかだいたい10センチ近くね、広く使えるので、まあ、そういう風な感じで、まあ、広く使いたい場合はね、そういう風に木裏を表にして使ってもいいのかなと思います。そうですね、このやっぱりこの赤みの濃淡もこの木裏の部分でもね結構出てますよ。なんかこう木と相まってね、木の部分の動きと相まってすごくね、なんて言うんでしょうね、大きくね動いてるんですけど、すごく存在感あって木裏もすごくいいですね。木裏の方はね以上です。はい、じゃあね、表の方反対にして塗っていきましょう。木表はねこういう風な感じで、で、表面はね、うずくり仕上げにしてます。この裏のね、ところのこの、ちょっとこう、僕のギュッと、なんでしょうね、油の詰まったというか、木の硬くなった部分ですかね。その辺がこう、真ん中にスッと入って、
それも模様になってね、いい感じに出てますね。この辺ですね、この辺の部分もすごく面白いですね。そうですね、このたあのやっぱりこの赤身の濃淡とこの色ですね、結構このね明るい部分と濃い部分と旧ラとはなんか本当に全然違う板のような感じでね、表情が違いますね。旧ラの方はね、少しこう木は結構動いた感じなんだけど、なんて大木というかね、大味な感じなんですけどね、大きく動いたところがね旧ラだとすれば、こっちはねやっぱり一つ一つ結構細かくてね、ここからでも結構こう赤身の濃淡がすごくね本当にはっきり出てる感じですよね。面白いですね。はい、そうですね、今回のこの板のもう一つね注目して見てる部分が、まあ、耳のとこなんですけど、ちょっとね、まずこっちからかな、この皮を剥いだだけのところがこうすごい耳の絞りがすごく入ってて、皮目のこの絞りがねぐーっと入って、すごくここがね面白いところだったんだけど、途中から結構傷とかがやっぱ多かったのか、グラインダーで結構ね大きく素材の段階で大きく削ってしまったのか、木が全部出てしまって、ここの部分がすごくねちょっともったいない感じがしますけど、まずねもともと原木の状態ではね皮までこう使うっていうのはあまり想定してない業界なので、結構ね扱いはねあまり結構乱暴に扱われてしまうので、皮ってね綺麗に残るっていうのってやっぱだいぶ少ないんですよね。ここの部分ねこんな感じでね全部残るとすごくねかっこいいかなと思うんですけど、今回はこの半分のところが皮を剥いだだけのね絞りがね表に出て、すごい皮目がねすごくかっこいい感じになってます。こう艶っぽいしねいいですよね。で途中からこの下の部分が、こう削り込まれてしまって、ちょっと人工的な感じに、ね、なってるんですけどね、はい、こういう風な感じがこっちの耳で、でこっち側の方の耳は結構全部ね皮が、剥がれただけの状態で、面皮が結構綺麗に残っているんですよね。そしてこのちょっと茶色くこう筋になった部分が甘皮の皮のね甘皮が残った部分がこういう色の残ったところになってますね。一箇所ここの部分だけが削り込みされてるんですけど、こういう風な感じでねこう面皮がそのままこうね絞りがあった状態で残るっていうのはすごくねかっこいいなと思うし、でもなかなか実際はさっきもねお話ししたように、耳の部分ってね結構木の皮の部分っていうのは傷も多いですし、あとフォークリフトとかねそういう重機とかそういう搬出とかね運んだりとか、あとワイヤーロープの跡とかね、いろんなところでこう傷つけてしまうのが、まあ、仕方ないことなんですけど、まあ、そういうのがあったりとかもするのでね、そういう部分がね運よくそういうところから、逃れた部分がね、こういうふうに仕上がるとすごくねかっこいいのかなと思います。
はい、今回のこの杉の板もこの清面のねこの色がすごくね、やっぱり赤みの濃淡がすごい面白いいい、ね出方をした板だなと思いますね。こうこの縦のラインでねこの木がこういう風に乗って決してそんなにねあの細かく動いたものではないにしてもこうね全体的なこう一枚とねこうグッとこう見た時にすごくね、こう目にねこう入ってくる感じがしますね。本当に見てて飽きない、ね、色もそうだし形も面白いですしね。はい、すごくいいね一枚板に仕上がったと思います。はい、秋田県のね、杉の切り株にね近い部分、まあ切り株の部分だと思うんですけど、そんなにね大きくこう株の張ったものじゃないですけど、すごくね形がこう三日月のようなね感じにこう少しこう弓なりに曲がってて、パソコンデスクにもいいですし、やっぱテーブルとかね、ちょっと小ぶりなダイニングテーブルとかカフェテーブルとかそういうのに使ってもすごくねいいかなと思います。やっぱりこう杉は本当にいろんなね表情があるので本当に一枚一枚ね仕上げていても本当に面白いですね。はい、その中のこういう風なね、またすごくこう存在感あるね一枚板が、仕上がりました。はい、ご視聴ありがとうございます。